こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9、2021ライブ配信始めていこうと思います。もう5月の2週からのスタートですね。あれ、天皇賞やったっけ。あ、天の玉ちゃんが勝ったんだ。5月を2週だ。これ。5月を1週じゃなくて2週で、2週です。5週分やりましたね。はい。ということで、いつも通り Twitch で配信しております。ぜひ Twitch アカウントフォロー。一言でも構いません。チャットコメントお願いします。Please Twitch?マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画2日後18日 YouTube にアップロード予定です。プレミア公開いたします。YouTube のチャンネル登録高評価ぜひお願いします。 YouTube マイチャンネル、This Live Archive Todaysアフターアップロード。マイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X、こちらのアカウントを持っております。ぜひアカウントへのアクセスをお願いします。そして、アカウントのフォロー、ツイートのリポスト、いいねお願いします。プリーズ TwitterX?マイ、アカウントビジット、マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では5月を2週から始めていきたいと思います。連覇ですか。もう行きますか。ネクスト。1500億所持金突破しました。チャーチルダウンズ競馬場、天の気持ちいい一番人気です。127だがミッドナイトリュートが上回る。ちょっと厳しいですね。行きましょう。レースです。チャーチルダウンズ競馬場 G1チャーチルダウンズステークスダート 1400m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアイソパッチエルミタージュ、イディオットプルーフ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアイソパッチエルミタージュ、花に立ちます。その後ろからはイディオットプルーフ。この馬も上がっていく構えです。シングタップ後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはボルドナロ、アイソパッチエルミタージュ、すぐ後ろ、その外にクラウドタワートゥー、すぐ後ろにイディオットプルーフ。好位置をキープしています。天の気持ちいい。さあ先頭は依然として G1 馬ボルドナロ、クラウドタワートゥー、ほとんど差がありません。気持ちいいは4番手、声をつけております。いい位置です。さあここからどうか。さあここからは直線勝負だ。さあ先頭は上がってきました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ追い出した。日米王者の争いだ。残り 200m を通過してるか。さあ後ろから来てるぞ。もう飲み込まれるか。抜けた。飲み込まれた。ベニーザブル、ミッドナイトリュート、ゴールイン。2着にはどうやらベニーザブル、3着に天の気持ちいい。勝ったのはミッドナイトリュート、見事な勝利です。飲み込まれました。先生マン、ラトノアンヌステークス、天のセカチュウです。一番人気。129、ドリー
ドリーミングオブアンナがライバル馬ですね。うん、ライバル宣言だな。あとパンティレードグライダーを強いのは。ではレースいきましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1 ラトロワンヌステークスダート 1700m です。なおこちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。19日までですね。何に行くんでしょうか。ドリーミングオブアンナ前に行きそうです。20日からジンジャーパンチ、それに続いています。26ぐらいまでは旅行で確実にお休みさせていただきます。ご了承ください。第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続いて27日や19日も状況によって、準備とか休養などでやれない機会もあるかもしれません。それに続きます。そちらもご了承ください。天の世界中この位置です。並んで明日もどうかな。その外にオリエンテートウォーカー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として5番ボルドプローブ、スージングタッチほとんど差がありません。間を挟んでオカリナセンテナリー、3番手1番天の世界中まだ後ろ、世界中まあ追い込みだからな、届くのか。お、内から一気に上がってきた。ジンジャーパンチすごいな。勝ったでしょう。これはこれはうまくやりました。余力は十分、さらに引き離していく。勝ちました。強い天の世界中、強い強い天の世界中、圧勝ゴールイン。2着はジンジャーパンチ、3着にムードガウン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の世界中、まさしく日本が世界に誇れる馬です。強かったな。まあでも9個目だから、どうだったっけな。この馬地方は 0.5 勝って記録されちゃうからな。地方交流重賞の JPN1 は投げかかっていきましょう。多分今年いっぱいだと思うんで。あ、いや今年いっぱいじゃないか、来年もできるかな。遅めなんで、次です。フマナディスタフステークスです。天の冬ソナ、冬ソナ強いから勝つ。うん、でも119なんだ冬ソナ。あ、冬ソナそんなに実績ないか、まだ先行策。まあいいでしょう、レースです。チャーチルダウンズ競馬場 G1 フナマディスタフステークスダート 1400m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウェイクフラッシュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくウェイクフラッシュ行きました。続いて前へ行くのはブレインズアーメリア、さらにはフェイバーフレンドリー、8番カフェカスタン、その後ろ先手を取ったのはブレインズアーメリア、少し開いてクリールグルービー、黒の帽子アマノフェユソナ、いい位置につけました。青の帽子スワラージレベライン、その後ろ並んで栗色の馬体アルーリングブロンド。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてブレインズアーメリア、ここで先頭が入れ替わりました。クリールグルービー、ブレインズアーメリア2番手に控えました。間を挟んでカフェカスタン、3番手アマノフェユソナ、いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。ここで先頭はアマノフェユソナ、でも後ろから来てるような感じはするが、勝ったかな。引き離しましたね。いいですね。この馬で決まりか。強い。アマノフェユソナ1着、アマノフェユソナ完勝。2着はケーリヒスパール、3着にレポートウィンドシャー。これ覚醒ですからね。まだまだ頑張れます。勝利を収めました。アマノフェユソナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は2連勝。ダブル R
タフクラシックステークス、ダイワスカーレット1番人気、131、トップですね。まあ負けられないよな、牝馬限定戦だし。あし、え、牝馬限定じゃないかもしれない。レース行きましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1 WR、ターフクラシックステークス芝 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スティーブスアレグリア、コースタート、ゲイリーゾーン、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくスティーブスアレグリア行きました。続いて前へ行くのはダイワスカーレット、さらにはセブンスパークル、13番、ショーイングアップ、その後ろスティーブスアレグリア先手を取りました。少し間が空いてゲイリーゾーン、その外からサウスジェットビーナス、ヴィンテージショット、そのうちに続いています。すぐ後ろにインプライドオフェンシブ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、フォーラムビッグ、それに続きます。並んで10番シェイディクラウン、その横にリルパサフォステージ、その外にベルベットパレス、これに続いてオマージュタラート、最後方にダッシングカルパーニア、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。古豪セブンスパークル一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてセブンスパークル、2番手はダイワスカーレット、これは絶好の手応え、間を挟んでゲイリーゾーン、3番手さあダイワスカーレット、このまま逃げ切れるでしょうか。強いな。ダイワスカーレット先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手はショーイングアップ、後続は大きく離れました。ダイワスカーレット圧勝です。段違いの強さです。2着はショーイングアップ、3着にフォーラムビッグ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 5連勝キザーレベルを4まで上げました。ケンタッキーダービースマートハルコン登場です。止まってくださいね。スマートハルコは2番人気か、1番人気じゃない。まあ安心はできないよな、この辺のライバルはいらん。オープニングパスターも油断はできないな。レース行きましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1 ケンタッキーダービーダート 2000m です。
メリカ三冠第1章ケンタッキーダービー、今年も粒揃いの精鋭が集まりました。ダウンフォーザローゼス、アメリカ競馬最高の栄誉をかけて間もなく発走です。スタートしました。まあケンタッキーダービーってまあアメリカのそうか3歳ダービー王だから、それに続いています。さらにはスマートハルコン、足毛の馬体、日本ダービーみたいなもんだよな。アメリカダートだけどな。そのうちに続いています。オープニングパッサーすぐ後ろ、内からはライフアット10。さあ前先行争いしてます。並んで9番ホリデージャン、先手取りましたね。逃げた黒の帽子チャートペタード、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにヘブンアスリー、その外からウィルビートリストラム、その隣にアスリーパーセント、内からはデイズゲーム、最高方にグリーンキングスユニーク、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番スマートハルコ ン, ルコン一気に先頭に立ちました。2馬身から3馬身のリード、少し離れてスティップルチェンジ続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として G12勝スマートハルコン、2番手はスティップルチェンジ、誰が上がってくる。3番手さあスマートハルコン、あ追いつかれるかな。逃げ切りって難しいからな。直線コースに入りました。さあ頑張れ、粘れ。ぶつかり合いだ。スマートハルコン先頭、あと 200m 一気に後続が抑えた。ちょっと足が鈍ってきた。中から来た。ビッグブラウン差し切った。ビッグブラウン3着でした。1着2着にはどうやらウォーパス、3着にスマートハルコン、勝ったのはビッグブラウン、見事な勝利です。ああ初の敗北なんや。京都新聞杯にオーケンブルース・リーが出走、ダビートライアルとなります。3番人気、クラブは凱旋マークも出ます。オアシスセッションっていうのがダントツに人気ですね。テンマソニアか。まあ、凱旋マークも一応収支つけときましょう。差しか、どうせよ。先行策いってみるか。では、ダイジェスト。京都 G2、3歳 G2、京都新聞杯芝 2200m、ダービートライアルとなります。さあ直線に入りました。これからの勝負、オーケンブルースリー先頭、ちょっと後ろからこらえてますね。残り 200m を通過して先頭は変わってオアシスセッション、でもオーケンブルースリーも頑張ってますよ。2着かな、2着取りましたね。オーケンブルースリー3着にテンマソニア、オアシスセッション見事な勝利です。これ一番人気だっけ、オアシスセッションって。父ティンバーカントリー、母ウェイクカメリア。立花ステークスいらない。 NHK マイルカップです。天のゲド戦記登場、こちら2番人気です。1番人気なんとディープスカイが出走。ディープスカイとあの収支分け合ってますね。本紙本命を取っております。天のゲド戦記頑張ってほしい。ディープスカイ破ってほしいところです。さあ先方変えられます。先行策いってみるか。レースいきましょう。東京競馬場 G1NHK マイルカップ、3歳のマイルチャンピオンが決まります。ディープスカイが確かに強いです。サツキ勝馬だよな。それを天のゲド戦記破ることができますでしょうか。
東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のエナジーエイブル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エアパスカル好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてエアパスカル行きました。イーデケンシン、これに続きます。先手を取ったのはエアパスカル、その外にアマノゲドセンキ、その後ろにブラックエンブレム、白の帽子湘南アルバ、その後ろ、これに続くのがハートオブクイーン、並んで3番エンマルプレジャーズ、その外からエナジーエイブル、その後ろにメジロマナーズ、すぐ後ろにポルトフィーノ、その隣にアポロドルチェ、その外にエルアクト、その後ろにルルパンブルー、ブラックシェル、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてエアパスカル、2番手はアマノゲドセンキ、イーデケンシン、3番手12番ディープスカイ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。さあ先頭に立ったのはアマノゲドセンキ、しかしその差はわずか、粘り込めるか。ディープスカイ2早すぎる。前を捉えられるか。あと 200m、 先頭は変わってディープスカイ、残り 100m、 2番手はアマノゲドセンキ、ディープスカイ、キッチンスがディープスカイ慣れましたね。2着はアマノゲドセンキ、3着にディーデケンシン、ディープスカイ、一番人気に応える見事な G1 勝利です。先に出て粘り込みを図ろうとしたんですが、ディープスカイの足はそれを上回った。こちらも初の敗北か。クラワステークス外戦セネカですが、ちょっといらこれは厳しい、新潟大賞典天の想定内一番人気、クラブは外戦ヘルシオとまだサイレントディールって走ってるんだ。サイバーですね、サイレントディール。ダイジェストいきましょう。新潟 G3 新潟大賞典芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オートリレット先頭、残りあと 400m、 長い直線、想定内どうかな、なんか伸びが足りない。後続を引き離しにかかる。残り 200m を通過してシャドウゲート、差詰めてきました。シャドウゲート内から来ている。先頭エイシンデプティ、差し切ったエイシンデプティ、エイシンデプティ1着、3着だ。勝ったのはエイシンデプティ、天の想定内敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。性能キレがなちょっと足りなかったな。スネミック海外は万能王天の iPod、 そしてビクトリアマイルに2頭を出走いたします。肩のハウフや清流ステークス。勝利の女神となれ、初手マノジュピター、姉妹確実、姉妹確実、ウォッカもいる、マイネトラスト、およいよ本戦ということですね。切り替えだ。結構多くの馬出ましたからね、それぞれやってあげないといけません。想定内はここで勝てないんじゃまだダメだな。ちょっと調子も落ちちゃいましたしね。
まあ休ませましょう。あ、覚醒なんだ想定内は。まあそういう意味ではまだまだ戦えますんでね、宝塚なんか出さずに。え、距離は1000人の2300、1000人もいけるんだ。嘘はちょっと早い。七夕とかかな。米子ステークスでもいいかな。パダイス、大沼はダート、巴賞もいいかな。マツケンがいるからね、七夕賞かな。まあ、巴賞出しましょう。セウンだ。ここは？あ、大丈夫。で、ゲド戦記は惜しかったな。安田に走るのはまだ早いような気がするな。あ、フューチュリティステークス勝ち馬か。そう考えるとちょっと物足りないよな。一週以降でなんかないか。 G13 歳限定で、マイルで、あ、いいんだけどな。あ、悪くはないみたいですね。安田記念は出ません。たまちゃんコーネーションでかぶっちゃった。あー、マハッタン、あー、どっちか譲らないといけません。タマちゃんもう行ってるよね。なんでルッキー変えてあげましょう。タケウタカいなくても構わない。まあ新機種かな。じゃあ だったら気持ちいいが次は、うん、まあ帝王賞っていうのはいいと思います。2000も走れるしね。ユーソナは G1 取りましたね。ちょっと調子いいんじゃないでしょうか。ここへ来てユーソナはプロキオンとか言ってますが、引き続きダートに出して、勝ちをもぎ取りたいところです。この辺、あ、でもダメだな。逆に、あ、ゼニアッタがいるんか、ここには。オグデン・フィリップあたりか。これ、6月を3週だからな。厳しいな。6月3週はね、持ってくれよっていう感じですね。ライバスカーレット、距離持つは、距離は持ちますね。宝塚出してあげましょうか。特に大きなレースもないですよね。まあ、マンハッタンとかいいかもしれないけど、とか、プリンス・オブ・ウェールズとか、サンクルーとかエクリプスとかいいとは思うんですけど、まあ宝塚でいいかな。でも武豊じゃないよな。福永騎手に任せましょう。次、スマートファルコンはプロキオンとか言ってますけど、どうかな。あ、こちらこそプロキオンかもね。でも全勝してるからな。さすがにケンタッキーダービーは強すぎた。もうちょっとレベルが落ちれば勝てるレースがあるかもしれません。
ここは出したいですね。スケル招待班では、まだ5000ですしね、これからです。オーキンブルース3は、勝てなかったからな、ダービー出てもな、習得賞金の上では絶対足りるんですよ。でもやっぱり無謀なんですよね。ということで残念ですが、ラジオ日経賞回ってもらいます。あれどう、ダビーって出る馬いる、いないんだ。小泉とかゲーム、小泉とか、あーでも小泉は距離が持たない。モノグローブ、フェイトと椿がいるんだ。フェイトが、フェイト勝ったけどな。イナバウアーサンタラリションか。うん、まあこれはあくまで挑戦ですからね。なんでプリークネス2頭出しなんだ。あ、違うわ。ストラが勝ちましたね。なんでオグデンフィリップス、サーバールコンがハスケル招待、ゲド戦記はジャンプラ賞って言ってます。まあいいでしょう。いや、ちょっと待ってよ、日経賞言うけど、ブルースリーちょっと挑戦させましょう。距離は持つんだから、一回出したいと思います。あ、まあ、かぶるから、やっぱり竹豊が乗せられない。まず秋種でいいか。ネクスト、マンノウォーステークス、アマノアイポッドです。一番人気140。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 マンノウォーステークス、芝 2200m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはケルティックバラード、ウィンチャットブラッド。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウィンチャットブラッド鼻に立ちます。その後ろからはキングズドラマ、この馬も上がっていく構えです。さらにはミザールダイヤモンド、9番チャプターオーシャン、その後ろ先手を取ったのはウィンチャットブラッド、少し開いてサクセスイヤーズ、並んで3番ケルティックバラード、アマノアイポッド、いい位置です。青の帽子シンフォニーマルグレーテ、その後ろ、その外にサバンナプレシデント、その後ろにアラマコイン、その隣にゴールズコース、並んで2番フレアージック、
コートシップルーレット上がっていきました。アジュディセッション、そのうちに続いています。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。古豪ウィンチャットブラッド依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。これに続いてミザールダイヤモンド、キングズドラマ、それに続きます。その後ろからはチャプターオーシャン。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ8番ウィンチャットブラッド、まだ粘っています。2番手はミザールダイヤモンド、間を挟んでキングズドラマ、3番手10番アマノアイポッド、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。上がってきたかな、アイポッド。追い上げにかかります。さあ先頭はウィンチャットブラッド、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、先頭は変わってアマノアイポッド、2番手はキングズドラマ、完璧です。ぶっちぎりました。圧倒的な強さを見せました。2着はキングズドラマ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイポッド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 なんと9連勝。今日はスプリングカップクラブ馬が3頭、一番人気あるのは11番凱旋アーチ博ですね。人気は5番鈴鹿フェニックス、それからドリームジャーニー、ファイングレイ、あたりかな。ダイジェストいきましょう。東京 G2 慶応杯スプリングカップ芝 1400m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。サチノスイーティー先頭、内から凱旋愛知博先頭、アグネスジェダイ追いすがります。凱旋愛知博先頭、あと 200m 凱旋愛知博、あーでも内から重ねますね。抜けた。2番手は混合力士王鈴鹿フェニックス、強い強い鈴鹿フェニックス、圧勝ゴールイン。2着は混合力士王、まずは前哨戦を制しました鈴鹿フェニックス、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。混合力士王が2着、混合力士王の方が先着しましたね。青龍ステークス刀春日一番人気となります。伊坂さんのおいて全部20丸、まあ本当は重賞が欲しいんですけど、サクセスブロッケンあたりがいるんか、勝ってくれるでしょう。ダイジェスト、東京3歳オープン特別青龍ステークス、ダート 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、サクセスブロッケン先頭、外から勢いよく片野春日先頭、サクセスブロッケン追いすがります。サクセスブロッケンと戦いになってる。引き離しつつある。よし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 、引き離していく。2番手はサクセスブロッケン片野春日、着以下は大きく離れてる。圧勝ゴールイン。2着はサクセスブロッケン、3着にパフェマーチン、これは桁外れの強さだ片野春日。いいですね。次は重賞を狙いたいとこです。次です、ビクトリアマイルです。1番人気は天のジュピター、2番人気は天の桜、クラブはウォッカも4番人気です。天の桜がご覧の通り、伊坂さんはウォッカを褒めにしてますね。ただ伊坂さんを除いて全部20丸は天のジュピターとなっております。であと3番人気がマイネトラストか。さあ、天の桜先方が選べます。まあ追い込みでいいんじゃないかな、この輪でいいでしょう。ではレースいきましょう。牝馬のマイル王決定戦ビクトリアマイル、東京競馬場芝 1600m で行われます。
小雨のパラつく中、果たしてワンツー決められますでしょうか。ウォッカの動向にも注目です。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の名勝バトラー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。アグネスファーティマ前に行きそうです。騎士コマーズこれに続きます。アグネスファーティマ先手を取りました。これに続くのが名勝バトラー、その隣にベルサブリが並んで、13番マイネトラスト、すぐ隣にグリーシャンエルフ、アルキーバラッド、この馬もこのグループ、その横にジョリーダンス、ピンクの帽子アマノジュピター、 B 位置につけました。緑の帽子ウォッカ、その後ろ、その横にローブデコルテ、スイートギャレット、それに続いています。並んで6番西のナースコール、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はアグネスファーティマ、フィシコマーズ、ほとんど差がありません。間を挟んでマイネトラスト、3番手。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってフィシコマーズ、内からマイネトラスト、ここで先頭に立ったマイネトラスト、差を広げにかかります。フィシコマーズ2番手、上がってきたが、あと 200m、 ここで先頭変わってウォッカ、さあ大激戦、ウォッカ先頭、ウォッカが粘る、中はなんか割ってきたが届かない。見事に勝ちました。ウォッカ大激戦の末、ウォッカが制しました。止まりましたね、さくらジュピターは直前で。なかなか勝てませんかね。ジュピターも勝ってほしかったが、さあ大量出走でもないか。千の風、ヤーバウアー、椿フェイスト、さあオークスの予告です。橋の女王を目指して、つ目の花浜の椿2回目がかかります。他のフェイトもいるが、浜の椿一興ムード、回戦は好調みたいですね。4万5000人突破、いいですね。いや、アメリカのビッグレースに挑戦したいって書いてますね。アメリカ芝に適性がある馬の募集、ありがたい。5万人になったらまた1人増えそうですね。主人、エイコはそうか、英語の A か。これでまた仲間が増えましたね。
みんな伊坂さん以外はみんな勝ててないんですよね。まあ UK なプラスになったか、オディールがいい活躍してるからな。他もこれはまだ何も買ってないから、まあみんな赤字ですけどね。まあ嬉しい限りです。iPod は魔能を勝つことができた。で次は宝塚に移動。まあ宝塚でいいでしょう。春日はこれ勝つことができた。で次はユニコーンということで重賞初制覇を目指していきます。うん、距離も大丈夫だな。山の桜、なんか勝負弱いですね。いや宝塚か出たくない。彼は結構溜まってんな。だから2周放牧させるとしたら7月の1周以降ですね。次に海外だと出れるのはこれに出すか。いや C 機種せっかく持ってんだから C 機種そのまま挑戦させよう。なんか被ってる？何と被ってる？マツケンか。何でも福永騎士に任せる。あ、今週投手だったんだ、メイト。ジュピターはビクトリアマイル3着ですね。まあ正直1600は加減なんで、もっといいとこに出さないとダメですね。うん、安田記念なんか出したくないな。またこいつがプリティポリー出したいんだけどな。サンクルはちょっと無理か。エルクホーンどんなレース ?G2 か。ああ無理か。でも安田じゃないよな。桜がプリティポリで、春日はユニコーン。まあまだ元気ですね。
iPod は、うん、これでいい。気持ちいいが帝王賞か、まあいいんじゃないでしょうか。ペーソナがオグデン・フィリップス、オグデン・フィリップス、あーまあまあそうか。はい、ということで5月4週は終了。千の風、注目度低い iPod、先行仕切り勝ちか。差しじゃないんですね。まだ15戦しかしてないんだ。山の椿オディール、あ、オディールは足毛好きが持っている人ですね。クラブマにも全然チャンスがあると、さっきのウォッカーみたいにというとこですね。リークネスステークス、天の線の風8番人気、これは何も何でも厳しいんじゃないでしょうか。ビッグブラウンとかも強いですしね。まあダイジェストいきましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ウォーパス先頭、残り、あーバグに沈んでるな。厳しかったです。後ろはどうだ。2番手はビッグブラウン、ウォーパス1着、2着はビッグブラウン、勝ったのはウォーパス、見事な勝利です。サンタラリー賞です。アマノイナバウアー1番人気、まあ、抜けてはいないからな、能力は。勝てるかって言ったら絶対的な自信はないです。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 サンタラリー賞、芝 2000m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。アンバサダーティーチャー前に行きそうです。ペタードヌーベル、それに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはウォーターウェイボルテージ、その隣にアーバンアボルダージ、アンバサダーティーチャー、そのうちに続いています。15番アマノイナバウアー、2番手を追走、並んで16番、周囲魔人ナッツモーション、それに続いています。内からはペタードヌーベル、その後ろにスナークオート、黒の帽子マッチレス PK、 その後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ隣にムーンライトカニディア、内からはバムスウェイル、その後ろからはサウンドレイヌ、並んで13番、スキップペンダント、デイルズトゥパーチ、すぐ後ろその外からスマーティナレーション、最後方にオーシャンズスピリット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度14番、ウォーターウェイボルテージ、依然として先頭。さあ先頭はまだ14番、ウォーターウェイボルテージ、まだ粘っています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ウォーターウェイボルテージ先頭、どうだ、前に迫るアマノイナバウアー、ウォーターウェイボルテージ伸びがな、先頭、外からペタードヌーベル、先頭アマノイナバウアー、追いすがる、残り200m、頑張れアマノイナバウアー、外からも来ている、あー立ち遅れた。スマーティナレーション迫る、先頭はペタードヌーベル、1着でゴール、2着は微妙です。勝ったのはペタードヌーベル、見事な勝利です。4着でした。
まあ初の G1 挑戦だったからな、まだ壁、上位とは壁があるってことでしょうね。ミーステークスクラブは凱旋カリビアン登場、3番人気、ダイジェスト東京オープン特別メインステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サンツェッペリン先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。エイシンシャルール、まだ後ろちょっと厳しいか。残り 200m、 先頭は変わってジャガーメイル、一気に捉えるか。凱旋カリビアン、さあどうだ、借りかせるか、かした。ジャガーメイル、先頭は凱旋カリビアン、1着でゴール、2着はジャガーメイル、3着にロックドゥカンブ、見事に勝ちました凱旋カリビアン。3番人気か。さあ平安賞です。1番人気天の瞳閉じて、2番人気天のノートへとワンツーを決めております。クラブは凱旋セカチューも出走、本紙本命はノートレイの方か。まあでもマーチもアンタレスもノートレイは瞳閉じてを後陣を排してますからね。フレ要素キングスゾーンか。さあ、山のノートへ戦法を変えられます。差しで勝負します。ダイジェスト、京都 G3 平安ステークスダート 1900m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の瞳閉じて先頭、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はフィールドルージュ、天の瞳閉じてこの馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。1番人気に応えました、ね、天の瞳閉じて見事です。ノートレは5着、これなんだったっけ、放水ステークスなんかな。天の瞳ループ1番人気です。グリグリ、ということで逃げ切れるでしょうか。ダイジェストいきましょう。京都3歳オープン特別ダート 1800m です。さあいよいよ直線の先頭に踊り出ました。先頭後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと 200m、 安全圏か。後続は大きく離れた。2番手はロールオブザダイス、天のエネループ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はロールオブザダイス、これは桁外れの強さだ天のエネループ。格が違った。そしてオークス2頭出し、1番人気天の椿、肩のヘイトも出ますが9番人気、むしろクラブはオディールや凱旋タラコの方が、人気、2番人気3番人気を占めております。天の椿がグリグリです。ティールも迫ってますね。凱旋タラコ、まあ三強の構図じゃないでしょうか。これはさあ肩のフェイト戦法を選べますが、ちょっと選びづらいよな。むしろ追い込みで勝負です。では行きましょう、レースです。東京競馬場 G1 優秀牝馬オークス
3歳牝馬限定の芝 2400m、 3歳牝馬の頂点がここに決まります。中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のサンズファンシー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スリッピンスーザン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスリッピンスーザン花に立ちます。その後ろからはエフティーマイヤ、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンズファンシー、足毛の馬体、オディール、その後ろ先手を取ったのはスリッピンスーザン、間が空いてエンマミッション、その隣にチーフズプリマ、エンマファイル、この馬もこのグループ、ウィンドセントラル、すぐ後ろ緑の帽子スナグルルート、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろからは凱旋タラコ、一番人気の天の椿、現在馬群の中ほどにつけています、うん、その外にハーフレリクト並んで12番エリモコリーダ、その横にマイネレーゼル、内からはトールポピー、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。その外からレッドアゲート並んで4番パレスコメット、最後方にカタノフェイト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さあ間もなく勝負どころ、黄金の馬体スリッピンスーザン、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてエフティーマイヤ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過、先頭は依然としてスリッピンスーザン、2番手はエフティーマイヤ、オディール、3番手 G12 勝天の椿、まだ後ろ、安城のゴーサインはまだでしょうか、うん、スリッピースーザン先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか、スリッピースーザン先頭、外から勢いよくオディール先頭、中割ってきたぞ、なんか天の椿追い上げてきた、天の椿、天の椿だ、このまま押し切るか、天の椿かわす、先頭は天の椿、勝ちましたね天の椿、凱旋タラコ、凱旋タラコの方か、天の椿牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ、牝馬2冠、天の椿ウィニングランです。さあアメリカで2頭オーケンブルースリーがダービー出走です。生涯一度の大舞台、青空を切り裂く、ディープスカイ、ディープスカイここにも出てくるのか、いや走りすぎだろう、ディープスカイ国士、さあ見ていきましょう。 ローテです。ハニカミはまあデビューするとして、椿はまあ最終的には秋華賞なんですが、もちろんこれで黙っとくわけにはいかん、まあでも報告してから決める、1300から2500、2500はほぼ上限なんですよね。ああこれでゴバか、コロネーションとかいいとは思うんだけどな、まあ
でも一旦放牧で他の状況を見ながら決めましょう。後出しじゃんけん。肩のフェイトは宝塚とか言ってますが、宝塚は無理。正直今はまあ上勢なんで、まあ、海外の G2G3 で鍛えてもいいよな。17の2600。なんか弱そう。ハニームステークスって何？まあでも現地の方は強いってケースあるだろうからな。どうなんだろう。でもイースオーク三冠レースだったら強いはすごいよな。普通にまたフランスオークスこの辺り出したいんですよね。まあ正直まずフェイトは出してユニコーンか。エネループまあ関東オークスいい選択肢だと思います。距離は持つギリギリかな。あとローテが厳しいな。他のもう一頭のキャンキャンは最初から狙ってるんですけど、エネループはちょっと勝ち方は良かったものの急な感じはするよな。ニコーンの方がまだいいかもね。もしくはスパーキングレディ、ここ出しましょう。でキャッキャはまあ OK かな。ローテ的にはちょっと不安ですが、うん、まあ、休ませてジャンプラショーに挑ませます。スマートアークはハスカル招待に挑ませますね。まあいいと思います。ブルースリーガーダービー、これ終わったら放牧ですよね。まあ多分厳しいと思います。小泉が一方ゲームリーか。ナイスカレットは宝、で前にあったハウル大丈夫かな。ハウルは最初から予定通りですね。ただ4勝か。アイポッドも1周休ませる。アイポッドって何勝だっけ。9勝上げてるんか。アミーゴも出てきます。これ短距離対決ですね。ハウルとアミーゴは、あアミーゴは8勝上げてんのか。どうしよう、ちょっと考えどころだな。もうちょっと距離長いレースでは走れるしな。こっちは短距離のスペシャリストじゃないですか。なんでハウルをバカーレいるのか。バカーレ強いですからね。シューメーカーマイルあたりに登録。アミーゴも出すけど
はい、お調子が弱い一歩なんですよね。ブロは何勝？5勝ですね。勝ちを積み重ねていってほしい。メーカーズマイルで初めて取りましたんで、この調子上がっていけばと自信はあります。わ、調子悪い。一周放牧、冬ソナ持てばいいですけどね。キンシャサは短距離馬です。ちょっと短距離の G1 に出させますが、まず一周放牧してから考えましょう。チームはテオショー、ちょっとやっぱりこのままでは勝てませんので、マツケンが CBC 賞入れるのか。レースを決めてからなら17の2500、マーキュリーカップとかいいかもね。出していきましょう。60キロなんか気にしちゃダメです。まあ、海外行った方がいい気はするけどな。ああ無理か。うん、いいですね。大阪杯取ってます。金引きにドバイは残念ながら一歩届きませんでしたが、まあ2着レーンを外していない。ここまで強いです金引きに。勝ちたんやも一周放牧かな。でも本当に帝王賞でいいのか。これは海外のダート重賞に出す手もあるよね。本当ここら辺、でもカーリーは強すぎるから無理だけど、ああでも出すレースがない。これ芝だ。ここまでないんだ。ちょっとさすがにこれは長あの感覚離れすぎてんな。6月2週はあこれ芝なんだ。全然あのダートのレースってないんですよね。適当な。ああまあでも出せないよな。帝王賞出てからにしましょう。でタマちゃんがコロネーション。タマちゃん調子いいですね。でシャメルがナロー記念か。あ、もう買うんですね。買ってる。トライアンフマーチ。
戦場だ。あ、まだ売ってるんだこれらは。でも売り全然売れてないですけどね。お、なんだこれ、2歳オスまだスパミニコニコハニカミ。うわ激戦だな。お、天の椿、これが500勝目だったんですね。ダービーはディープスカイですね、やっぱりね。最上位ブログは、うん、では、あ、そうだ、まだ渋谷放牧アパパネ、ゲームリステークス天の小泉一番人気です。131、120を超える馬がないんで、これは、うん、必勝体制ですね。ではレースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ゲームリステークス芝 1800m です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナブプリメラ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくナブプリメラ行きました。続いて前へ行くのはアンサリングパーク、さらにはバルダスピア、14番カタミアスタンプ、その後ろ先手を取ったのはナブプリメラ、これに続くのがギブブースター、赤の帽子応援ケース、その後ろ天の小泉、いい位置です。これに続いてカリビアンバチア、その外からオレステスウルフ、並んで漆黒の馬体オレシアナバハミアン、キッズアロー、この馬もこのグループ、すぐ隣にプレザントバドミントン、マリーノジャネット、それに続きます。その隣にシェイクアウェッジ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。6番バルダスピア、ナブプリメラすぐ後ろ、そして大きく離れてカタミアスタンプ、この位置です。すぐ後ろにアンサリングパーク、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はナブプリメラ、まだ粘っています。バルダスピア、ほとんど差がありません。間を挟んでカタミアスタンプ、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ナブプリメラ先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わって天の小泉、2番手はアンサリングパーク、天の小泉、強い強い天の小泉、圧勝ゴールイン。2着はアンサリングパーク、3着にシェイクアンウェッジ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天の小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。9個目、メトロポリタンハンデ金引きり、もちろん一番人気133、これも112がライバルの中で最高なんで、これ必勝体制ですね。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 メトロポリタンハンデダート 1600m をマイル戦です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。オーサムシュペール前に行きそうです。ヒューズヘブンそれに続いています。さらにはノービズライクショービズ、最強王者金引きり、その後ろ先手を取ったのは金引きり、スピアフィッシュシャーク、それに続きます。その外にワンダラスサーガ並んで11番デクランズムーン、これに続くのがブルティナグラス、すぐ後ろにビッグジミニー、ピンクの帽子オートトレジャー、その後ろリボンウルフハウンド、そのうちに続いています。その隣にアフェラープリムデックス、スピードウェイグローブ、すぐ後ろ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はノービズライクショービズ、2番手は金引きり、絶好の手応えです。間を挟んでデクランズムーン、3番手さあ金引きり、このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者警戒に走ってるかね。あと 200m、後続を完全に引き離した。後方から一気にスピアフィッシュシャーク、完璧です。ぶっちぎりました。強さを見せました。2着はスピアフィッシュシャーク、3着にノービズライクショービズ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。タイムもすごいな、1分32秒1って16個目。まあさすがに現役今年いっぱいですけど強いです。タタソールズゴールドカップ天野ブログです。1番人気136圧倒ですかね。120を超える馬が他にいない。これを勝ったでしょう、まあ、しかもこのレースは武豊鞍上ですからね。いきましょう、ダイジェスト。カラ競馬場 G1 タタソールズゴールドカップ芝 2100m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はソルジャーオブフォーチュン、ダイジェストしてしまった。長い直線、ここからどうか。ソルジャーオブフォーチュン先頭、残り 200m を通過して、でも届くのかこれ。後続を引き離しにかかります。おいおい届かない。2番手はピーピングフォーン、ソルジャーオブフォーチュン先頭、3着だ。ソルジャーオブフォーチュン1着、2着はピーピングフォーン、勝ったのはソルジャーオブフォーチュン、見事な勝利です。どうした、天野ブログ3着か。負けてしまいました。さあ安土町ステークス、テームプリキュアです。2番人気だが本社本命、1番人気はマルカフェニックスか。なかなか知られた馬ではありましたね。テームプリキュア大逃げとなっております。ダイジェスト、京都オープン特別安土城ステークス芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあもう捕まりそう。先頭エルスターダスト、先頭引き離しにかかる。残り 200m を通過して、一気に後続がやってきた。2番手はアドマイアリーガル、エルスターダスト先頭だ。エルスターダストゴールイン、2着はアドマイアリーガル、3着にエルアート、これは桁外れの強さだ。エルスターダスト、しかもレコードです。エルスターダスト、なんだこの馬、アマノルクプルなんだ母親が。日本ダービーオーケンブルースリー、4番人気か。1番人気はもちろんディープスカイ、ちょっと国士が気になりますけどね。旗博士すぎだって、皐月賞出して NHK マイル出して、あこれダービー来ないのかなと思ったら来るんだからな。オーケンブルースリー本紙は丸か、重賞取ってるわけじゃないですからね、ちょっと厳しいのでは。まあダイジェストですね、東京 G1 東京優秀日本ダービー3歳芝 2400m、 3歳の頂点が決まります。
さあ世代の頂点をかけてテンマソニア先頭、ディープスカイだ。外からアーネストリー、ここで先頭はアーネストリー、外から勢いよくディープスカイ、最後の追い比べ、先頭はディープスカイ、残り 200m を通過してディープスカイ、余力は十分か、さらに引き離していきます。ようやく追い込んできたが、ディープスカイは強かった。段違いの強さです。2着はファイネルアリアース、3着にスマイルジャック、ディープスカイ2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。オーケンブルースには人気同様4着となっております。白百合ステークス、ヒストリックスターですが、10番人気では厳しいな。しかも種付け、うわすごい不受胎の数、なんでちょっと不受胎すぎ。初音ミックとブネアブエナビスタですね。お、一口歯いいですね。海外遠征は2頭ですね。ゼニアット、天の着歌、そして安田記念に天のアミーゴ出てまいります。お、さあ安田記念の展望です。マイル王決定戦、ターズのスナイパーロジック、勝負気配、エチドバー一発逆転。あ、またなんかバグってる。で、うちの馬がいない。まずは種付けを行いましょう。10体の馬を揃える。すごいな、レオン。あーでもインブリッドはダメなんだ。なんかソングオブウィンドつけてましたんで、つけましょう。インブリッドは×。アグネスレイタルかな。天の神様にしましょう。ダイヤメジャーが一つ。スマーティージョーンズは結構いいな。シルバーちゃん。でもマインシャフトだよな。天の遊戯王でした。遊戯王は確かにね。さあラブマシーン、何つけた、ヨハネスブルグか。でこれが玉沢東証が未然マスト。シーザリオが天のゼゼニシー。ホワイトウォーターヘアも天のデゼンシーか。モスミハルカが、ん？あれ？アグネスタキをつけないといけないんだ。モスミハルカは。じゃあ、アグネスタキをしかないじゃないですか。ライラプス。は、バーか。で、タニオシスターがマインシャフト。で、チコチェンバがアマノベイブレか。アマノベイブレなんだ。うん、種付け終了。
続いてローテ見直しですが、まずは声だカパノフェイトか、多分マーメイド6月を3週以降距離は2000、まあフランスオークスが一番合うんだけど、まあいいでしょう、フランスオークス行きましょう。ジョッキーは武豊乗ってくれない、 C 機種で。まあ、じゃあコロネーション勝ちたいんやが、勝ちたいんや、ジガス参照してるんか、帝王賞か、確か出れるレースがなかったんじゃないかな、そうですよね、ここもいるけどカーリーはちょっと強すぎるってことで、まあこうなったんだ。じゃあ金引きりをカーリーに当てないとダメじゃないですか、プロキオンとか言ってる場合じゃないです、カーリーに当てましょう、やるしかないですよ、カーリー勝負だ。エイドリアン、アンカツって星いくつだっけ、星5か、まあメトボリアン勝ってるから関係ないな、アンカツに任せましょう。この桜は放牧プリティポリーに託しますが、いや無理かな、でもね出せるんだったら枠別の馬に任せたいよな、ということで、ああまあかぶっちゃうよな、タバちゃん別に、ああまあでもタバちゃん本来のジョッキー乗せてもいいと思った、本来のジョッキーが武豊だったんだ、どうしよう、てか海外遠征って本当 C と武しかいないのか、お岩田騎手も海外遠征あるんですね、じゃあ任せてみましょう、マーメイドは C 機種のままで、え気持ちいいか、コース上げてもしゃあないからな、金目調教、
厳しさはスプリンターズですが、ここでローテを ここですよ、やっぱりダイヤモンドジュビリー勝負です。横乗りは4か、このまま行きましょう。じゃあまあそんなことだったら乗ってくれるジョッキーに乗る任せましょう。あ、っていうか竹豊はかぶってんだ。え、じゃあ C 騎手は C 騎手はかぶってない。じゃあ C 騎手にしましょう。え、そんな何勝だっけ。7勝で何勝だったら意味なんじゃないよな。竹豊だよな。次はファルマス、いいですね。アミーゴ、うん、調子が上がりきってない。でもこれでも勝ってくれると信じてる。想定内何月、6月の4週か。iPod が宝塚、まあ、前に行くレースばっかりやってんな。差しやのに勝負根性わからんのだが、プロブどうしよう。また宝塚に出ていいわけじゃないと思うんだよな。これ出してみるか。小泉が吉田豊か。小泉は9勝。ん？いいのかな。まあでもいいか。千の風も出ますが、いやこれは無茶です。出しちゃダメです。プリクエスダートだからダメなのか。芝だとわからないかも。面白いかも。重賞8000を目指しますね。Lループはもうスパーキング、これも重賞8000を目指します。イナバウアーもは実は取ってんのか。椿は3冠を目指しますが、当然走りたいですね。6月を4週あたりから、あ、ここでもいいですよね。コルティコバか。でもまあこっちかな。どっちがいいんだろう。こっち走らせてみるか。
で、ハニカミだけじゃなくて、初音ミクとブエナビスタが登場してまいりました。ブエナビスタは、主戦を竹豊にしましょう。で、よかったよな。今二冠。ドアシマ二着。ビクトリアマイル。天皇賞秋。なんかまた妨害。悪い馬じゃないんだよな。ブエナビスタは一方初音ミクは若いジョッキーに任せます。三浦光成持ってシバだな。でブエナビスタもシバだよな。以上。この週までかな。種付けやった。ローテも決めた。まあ、この週までですが、着打最上位になった。刀明けね。うん。何かしないといけないような気がしたんだけど、忘れたや。はい、じゃあ行きましょう。ネクスト。ビホルダーマイルステークスゼニアッタ登場一番人気。130。よくて100なんで、100台なんで、これは勝ったでしょう。勝ってもらいましょう。レースです。サンタニタ競馬場 G1 ビホルダーマイルステークス。あと 1600m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、ナインエントリー前に行きそうです。ヴィーナスコモドール、それに続いています。さらにはウェイトアファイル、13番ヒューモアメイク、その後ろウェイトアファイル先手を取りました。すぐ後ろにエントリーカリフォルニア、その外からジンジャーパンチ、並んで10番スライドクロシェ、内からはマシーンデザイン。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。ディナーフロリー、そのうちに続いています。メガトンカフェ上がっていきました。ゼニアッタ後ろからになりました。エミリーキャロル、すぐ後ろ白の帽子スゴードムード、その後ろシンガリからサリーバルダ、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はナインエントリー、ナインエントリーさらにリードを広げます。2番手はヒューモアウェイク、ウェイトアファイル。さあ急に上がってきた。ゼニアッタ一瞬で先頭に立った。
残り 200m、 ゼニアッタ先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。いや、悲しいなぁ。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はジンジャーパンチ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ビホルダーマイルステークス、ゼニアッタしっかり勝利です。いや、背すごすぎ。さあ、ジャイプール招待ステークス天の着歌一番人気です。125、一応抜けてはいるかな。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジャイプール招待ステークス、芝 1400m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ガンエクセラー前に行きそうです。アメリアパリス、それに続いています。さらにはバロリスミンク、10番ブラブドネスサキン、その後ろティグレスゴールド、先手を取りました。これに続くのがマックスワールド、天野着歌 E1 です。オレンジの帽子ソルシルエット、その後ろすぐ後ろにグラブファシル、内からはショーケースイーグルス、その隣にリードウィルウィン、その横にスキャンダルペイント、アイアンネイル、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として古豪ティグレスゴールド、バロリスミンク、ほとんど差がありません。天野着歌まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。先頭を伺う勢い。天野着歌2番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。追い出した。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 天野着歌先頭だ、2番手はティングレスゴールド。これは強いな。この馬で決まりか。打ち切った。圧倒的な強さを見せました。2着はティングレスゴールド、3着にアメリアパリス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野着歌、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ、ナルオ記念、刀アテネが1番人気、天のシャメール2番人気、刀アテグリグリです。ペールギュントなんかもいるんですね。これは天のシャメールは先方選べます。先行作ダイジェスト、阪神 G3 ナルオ記念、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のシャメール先頭、2馬身ほどのリード。構えに行く。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、2番手は片野アテネ、天野シャメール粘る、天野シャメール捕まえられない。2着は片野アテネ、3着にツリーシューズ、見事に勝ちました天野シャメール。先行策はズバリとはまりました。天野シャメール、刀アテネが敗れました。そして安田記念です。天野アミーゴ登場、スイートカフェン、ス
スイートカレント用意です。スイートカレント全然人気ないけどな。カンパニーですね、むしろ立ち塞がるのは。山のアミーゴ、まあちょっと前に行く馬が有利に見えるのが気になりますが、一番人気ということで勝ってほしいところです。レースです。東京競馬場 G1 安田記念、芝 1600m をマイル戦となります。果たして春をマイル王に輝くのはどの馬になるんでしょうか。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の谷のマティーニ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。凱旋キーライダー好スタートを切りました。キーライダー好スタートですね。ダッシュをつけて凱旋キーライダー行きました。ストーミーカフェ競りかけていきました。ストーミーカフェ先手を取りました。フサイチリシャール、それに続きます。その外から谷のマティーニ、その隣にアイルラバゲイン、すぐ後ろに電車道、黒の帽子ゴールデンダリア、その後ろ、その外にヌーベルスラップ並んで14番タマモホットプレイ、並んで8番グッドババ、キングストレイル、すぐ後ろアマノアミーゴ、この位置です。並んで10番、中南屋は後ろですね。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はフサイチリシャール、2番手はストーミーカフェ凱旋キーライダー、3番手アマノアミーゴ、まだ動きません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ差が詰まってきた。前に迫る力戦、アマノアミーゴ先頭を抜き出したが、アマノアミーゴ2馬身から3馬身のリード、あと 200m 後続を大きく引き離しました。これは引き離した。アマノアミーゴ先頭です。このまま押し切るか。2番手はカンパニー、ぶっちぎった。圧倒的な強さを見せました。2着はカンパニー、3着にマルカシェンク、これが絶対王者だ。アマノアミーゴウィーニングランです。雨の中ウィーニングランをするアマノアミーゴです。短距離 G は2連勝マイルでも勝ちました。まあ金車差の奇跡が、いるわけですが、その後継を担ってほしい山のアミーゴとなります。金引きが1位か。まあ現実的に出場できるトップはアマノアイポッドでしょうね。アマノアミーゴ出走？いや出走しないよ。関東オークスもありますね。そして新世代アマノハミカミ、ハニカミがデビューです。スピードつきまくりだな。連載ばっかりですね。肩の一郎自体が連載なんだろうな。すご
バルガールも年歳だし、手にあった全てを飲み込む豪客、本当にそのまま名前の通りでしたね。まず銭にあった、これ6勝か、あと2勝ですね。8月の1週以降かな。出しましょう。止まった。あ、そう。うん。ポスターデイブハンデ、ここに出しましょう。山の着歌です。着歌2勝目ですね、ようやく。あのレース選びがすごい大事になります。マイルだからな、6月を要週でも走れそう。ラモンティは強いからな、ちょっと強いよな。あ、悪くないけどな。やっぱりこの辺かな。ポスターデイブハンデ、なんで芝居出てんだって、銭あったが。銭あった、それは違うぞ。あ、こっちが芝なんだ。じゃあ、ここに出すしかないか。ちょっと竹豊か、ここは出ない、削除。竹豊が出て竹豊か、でシャメールが、まあ、七夕賞っていうのはいいかな、どうかな。まあもう一回海外出してもいいかもね。
これでダートか。3,000。あ、ちょっと弱そう。どうするかですね。ちょっと疲れが溜まってるな。休ませてそれからちょっと考えましょう。小泉も疲れがね心配です。小泉あえて出る必要ないんじゃないかな。ちょっと微妙に長いしね。これに出してみるか。吉田豊のままでちょっと勝負してみよう。被るとこはないですね。C 候補の一角か。三カバーですね。タナちゃんは。感染愛知博山の桜、うん、強かったですね。ウォッカが大儲けだもんな。海鮮カルビアン悪くはないが、え、重賞勝ってもマイナスなんだ終始。ということで、今回ここまでとなります。配信は、Twitch で行ってきました。ぜひ Twitch のアカウントフォローお願いします。 Twitch マイアカウントフォロープリーズ、ライブウォッチプリーズ、また Twitch のライブこれからも見ていただくと嬉しく思います。またこの動画は2日後18日21時頃プレミアム公開で、
YouTube にアップロードいたします。ぜひこちらもご覧ください。 YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This Live アップロード My YouTube Live チャンネル2 Days After My YouTube チャンネル、ライブをビジットアンドアカウント、チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントも持っております。ぜひ、訪問お願いいたします。アカウントのフォロー、ツイートの、ポストのリポスト、いいねお願いします。ツイッター X、マイアカウントフォロープリーズ、リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ということで、ウィーニングポスト9、2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。